さあ、とりあえずジャパン、野田川ってところらしいですけどね、まで来ましたけどね。さあ、ここからどうしようかな。とりあえず、ちょっとお手洗い買いたかったんで、配達でね、ちょっと軽く、こっち来たらやっぱ関西のやつ買ったんとね、これはね、いくら買っといても損じゃないですからね、お得です。もう買った分だけお得ですからね。よし。あと何買ったっけ？ああ、2リットルの飲み物ですね、買ってきましたんでね。あれも、もう、どんだけでもアウトエンジョンで減ってくんで、買えるところで買っといた方がいいですからね。ということでね、どうしよう、せっかくなんかちょっと、編集。これ、さっき、ローソンで買ったんですけどね、こんなん今売ってるんですね。こっちだけなのかな？山崎パンで売ってるから、全国で新発売だったのかもしれないですね。パインアメパイシューらしいです。パインアメ味らしいです。いただきます。あ、めっちゃパインや。あ、パインアメ。うん。あ、すごい。うん、甘みが強いけど酸味も強いで、甘み酸味がどっちもガンとあるんでいいですね。どっちかというとガツンとくる感じですね。穏やかな、ひとときを過ごすというよりは、さあこれから仕事頑張るぞみたいな時にね、ガツンと食うのに、いいかもしれません。そんな感じの味ですね。こっからどういったらいいんだろうね。うん、今回ぶつ切りにぶつ切りになってますから、もう分かんないよ俺。ごちそうさまでした。宮津の方回ろうかなと思ってましたけど、もう7時なんでね、おとなしく福知山方面に向かっていきましょう。京都周りでラーメン屋入ってもいいですしね。その頃にいい具合のところにおるんやろうかね、私。あと黒で泊まかっときました。これどこで買った？ローソンか。さっきのあのガソリンスタンド入れたね。上がるよ。上がるぜ。あげてかないと思ったねーぜ。フルブーストで行きたいと思います。雨降ってきたし